匠。優れた技術で美しい仕事をなす職人を指す言葉。一つの道を突き詰め、高い頂に立つ極めて稀有な存在。それが匠。動くガンダムプロジェクトにもあなたがまだ知らぬ匠がいる。この匠が突き詰めしは配線と制御盤、つまりガンダムの電気系統を担っている。寡黙に、そして確実に。美しい配置と絶対的な論理でガンダムの全身に電気というエネルギーを届ける彼らはまさに電気の匠。敬意を込めてこう呼ぼう。電卓サント。人目につかぬ場所でガンダムをエレキで支える電卓さんたち。地道な作業に隠れた苦労は実に多い。今回は電卓さんたちの壮大かつ地道な辛さあがに迫る。動くのかガンダム、夢への挑戦。第15話、電気は辛いよ。立ち上がれ電気の匠たち。第1話、会議は辛いよ。プロジェクトが本格始動した2019年8月、電卓さんも立ち上がった。配線ケーブルを担当するのはミカサ製作所の三島さん。制御盤を担当するのは安川電機の黒木さん。まずは大量にあるケーブル、このケーブルを並べて電気が通るかをチェック。ケーブルは大きく分けると3種類。その1、動力ケーブル。ガンダムの関節のモーターなどメカを動かすためのもの、電力を送るケーブルだね。その2、制御ケーブル。ガンダムに動けと指令を伝達するケーブル。文字入力の指令を伝達するのをイメージすると分かりやすいかな。その3、セーフティーケーブル。その名の通り安全を管理するケーブル。関節が必要以上に曲がったりモーターに負荷がかかりすぎないようにするセーフティーなケーブル。電卓さんのミッションはこの3種類のケーブルを確実に機能させること。そのためにしたことは会議、会議、会議。なぜこんなに会議ばっかりかというと、誰もガンダム動かしたことなんてありませんから。その上絶対失敗できませんから。という絶叫したい気持ちを飲み込んで、電卓さんたちは日々培った経験と知識を意見交換し続けたのです。第2話、移動は辛いよ。2019年9月、電卓会議から1ヶ月、ようやく配線開始。位置の情報というのをやり取りしてるんですよ。通信で行われてるんですね。なのでやはり通信でやってる以上ノイズ、要は返事が返ってこないんですよ。ということでエラーを出します。なのでエラーを出さないためにどういう風な工夫をするか。簡単に言うと、ケーブル内を通っている電気信号がちゃんと届いているかというテストの真っ最中。ちょっとした接触不良でもエラーが出てしまう。だから電卓さんたちはテストを繰り返しているんです。ちなみにこのテストが行われたのは横浜から西へ西へ西へ1000キロ、北九州。なぜゆえ。答えはシンプル、広い場所が必要だったから。合計30メートル、10本以上のケーブルテスト。もちろんベストは関東近郊でも、場所が全く見つからず結果北九州まで来ちゃったというわけ。そして10月に入り、電卓さんたちが何をやっていたかというと、まだ配線のテスト。そうですね、いろんなパターンを試すのが大事かなと思います。ほんと細かいところから変えたパターンでいうと、50とかかなと。
今回使用するケーブルの推奨距離は最長 50m。 通常配線テストは必要ない。しかし動くガンダムの場所によってはケーブルが 50m を超える。データの予測を立てるには経験値的にちょっとオーバー。組み上がってから配線のやり直しは電卓の名において絶対ノー。だから会議&会議の後はテスト&テスト。この徹底した仕込み作業こそ匠の証。10月の半ば、川崎の街中でひっそりとテストに勤しむって、ん？川崎？そうなんです。電卓さんたちは広い場所を求めて北九州から川崎へ。連日地味な、いや地道な作業をやりつつ、電卓チームは移動を続けていたんだね。第3話、地味は辛いよ。2019年11月、電卓さんたちはいよいよ茨城の仮組現場に合流。何回見ても活気あふれてるなって、あれ電卓さんたちは、あ、いたいた。ヘルメットをつけて、あれ何やってるんですか。ブレーキの WMT-UBB WKBS-3 の 0.5。 何やら番号を言いながら、え、ちょっと待ってください、この細かい数字まさか。そう、なんと電卓さんたちは一本一本ケーブルにナンバリングして確認していたんです。順番に並べていこうかなと思ったんですけど、じゃあ順番に持ってね。匠の地味な作業に現場王の語尾が優しい。作業者、クレーン、人でごった返す現場。さあ電卓さんチームも盛り上がってまいりましょう。あれ全く登場しない。どこにいるかというと、ペースアップしてます。ストーブの近くでサボってるわけじゃないんです。骨が組み上がらないと配線できないんです。気温は7度、暖を取りつつ談笑する電卓さんたち。そしていよいよ配線作業。まさに水を打ったような静けさ。丁寧、確実、段取りよく線が配られ、ガンダムの骨が動いた。これぞ匠の仕事。当たり前に配線って当たり前にできてなきゃいけないところなので、まあ、配線ができてなければ電気も通らない、何も動かないっていうところがすごい不安ではありました。ですよね。お疲れ様でした。第4話、でもガンダム作りは楽しいよ。2020年3月、ついに横浜山下ふ頭の作業へ突入。電卓チーム、ケーブルばかりじゃありません。じゃーん、これが制御盤です。こっちの制御盤にはモニターまで、かっこいい。中を開けると美しい配線、無駄のない陳列。ちなみに制御盤はめちゃくちゃ簡単に言えばガンダムを動かすためのパソコンみたいなもの。どうやって動かしているかというと、まずは G 制御装置から指令を出します。例えば右足を上げるという指示が出た時、G 本体制御盤が出された指示が可能であると判断すれば実際に右足が上がるという仕組みなんです。無理な角度やスピードで動かす指示が来て危ないと判断した場合は G 本体制御盤がエラーと判断し、ガンダムは動きません。他にも G キャリア用の制御盤、ハンド用の制御盤、ガンダムドックにある可動デッキの制御盤があるんです。制御盤担当は安川電機の黒木電卓。ここまで大きなものを動かしたことってやっぱりなかったので、はい、まあ、まして普段我々が使う、まあ、産業用の機械の動きではない、まあ、ロボットの動きなんで、まあ、ちょっとやっぱり興奮しましたね最初は。
満面の笑みでインタビューに答える黒木さんは人当たりがいいので、ヘルメット新品だろこれ。あ、そうです、これは買えます。このシールが他のコーヒーに入れてくれるって。現場では愛され系いじられキャラ。そして2020年7月、ガンダムの勇士が山下ふ頭に降臨。電卓さんたちが施したケーブルや制御盤は外装の装着とともに見えなくなった。私たちは今回学んだ、匠の仕事は目に見えるものばかりではない。むしろ仕事というのは目に見えないところにこそ花があるのだと気づかされた。この口に頬張れば消えてしまう美しい握りを眺めていると、その思いは確信に変わる。もう仕込みが一番大切で、言ってみればもう9割以上はもう仕込みで全てが終わってしまって、お客様に見せない仕込みの部分っていうのがまさに配線と同じ地道な作業で同じだと思いますね。電卓さんの仕込みは終わった、あとはガンダムを動かすのみ。果たして動くのかガンダム。まだまだいろいろありそうだ。次回スニーキングミッション、秘密を知る人物を尾行、最新モーション動画をゲット。あれ、それ秘密じゃないですか。ガンちゃんとドッグ兄貴からのお願い。動くガンダム設置予定の山下ふ頭は関係者以外立ち入りが禁止されているエリアです。危険な場所もたくさんあるので、オープンまではこのメイキングを見て楽しみに待っていてくださいね。